なってる、あ、なってる、なってる、なってる。おはようございます。おはようございます。ちょっと待ってください、私は中です。急遽今マスクの透明マスクを付け替えております。おはようございます。皆さんおはようございます。出たかな、顎の部分大丈夫かな。おはようございます。あそこ、皆さん、日曜日の朝なのに皆さん、あ、こちらこそ、皆さん、私も皆さんとお会いできたこと嬉しかったです。楽しかったですね。だいたいきついきつい、ゴムの部分がねちょっとビカーってなってる。いえいえ、ありがとうございます。おはようございます。神の子さん、あ、神の子さん、うん、昨日いらしてた。あ、そうそう、ね、タラさんのこと大好きですよ。そうなの、うん、この人はすごいって言ってる。マジで何この人はいい、すごいっすって。おはようございます。おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。今日も元気に頑張ります。そう、今日月曜日ですもんね。もうなんか曜日感覚がないよね。ないない。月曜日か。おはようございます。お仕事スタート。おはようございます。あ、おはようございます。すごいな、みんな。似てるな。あれかな、やっぱリモートワークしてる人も多いのかな。あ、そうやね。そうや、まだまだ、そうだ、そうだ。あ、いえいえ、とんでもございませんよ。牛の人です。あ、牛の人。わかりやすい。そう、わかりやすいですよね。牛の人はわかりやすい。いいもんね。アイコンで、お疲れ様でした。まあまあ、うん、さあやっていこうか。はい。さあ、昨日の、昨日と一昨日、イベントをやって、ね、新商品もいっぱい出たんですけど。盛りだくさんだったね。もう混乱しました、お客さんが。いやいや、もう。ウィーって言ってた。勇気を勇気たまたま勇気をみたいのがあって、でやっと一般発売予約が梅田でもできるので、ね、やっとです。やっとやっと、もうなんかね、いっぱいあって言おうと思ったんですけど、やっぱり混乱しちゃうので、イベントが全て終わってから梅田告知をしようっていうことで、あれ梅田売らないのって思われた方もいらっしゃったと思うんですけど、うんうん、違います。待ってました。ここから叩きかけるようにバーっていきますので。ですです。じゃあやりましょう。はい、お願いします。お願いします。何、一番大きいのからいきますか。大きいのからいこう。大きいのからいきましょう。じゃじゃん、じゃじゃん、こっちからいこうかな。こっちにいきましょうか。はい、じゃーん、長沢オリジナルのバイブルサイズで20ミリリングで、ベルトは中央で、長沢オリジナルなのでコバは茶色です。これがナチュラルで、こっちがオータンシア。出たー。あ、今この色じゃない。あ、そうそうそう、結構今、ね、あの光をちょっと当ててるからね。当ててて、ちょっと明るめにやるとちょっと iPad がいい感じで、ね、いい感じ、割と近い色にやってくれてて、そうでね、昨日来たお客様も、あの M6 めがけて来たお客様が結構多かったんですよ。で、私的には M5 が結構人気なのかなと思ってたら、まさかまさかのバイブルが一番です。お、そう、順位が変わりました。順位が、うん、そう、順位が変わっちゃって、こんな感じです。触るとね、結構ね、あの重たく感じる方も結構いらっしゃるようで、で、実際触るとね、結構ね、あ、軽いねっていうことで M6 からやっぱバイブルにする方多いです、うんうん、で、私もそうでした。あ、意外となんかずっしりあんまり来ないなって思ってたんで、そう、そんな感じでね、もう大人気です。いいですよね。何がいいって、やっぱり
あれですかね、高級筆記がマネですね。あ、そうね、そうね。やっぱりお高いマネ、裸で入れるのがちょっとっていう方は、うん、このおくるみな感じそう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 点差しがね、ここちょこんで出て、それもね、可愛いですよね。あー、そうそうそうね、そうね、ほんとしなやか、ワイブルは。で、中はあのうちの商品の B フラットと一緒なので、一つ煽りで、一つポケットで、ここに大きいポケットがあさっとあるので、で、一枚革なので、そう、これをね、これすごいっすよね。大きいほど、この切れ目がないというか、継ぎはぎがないというのはすごいいいところで、ね、なのでね、もう本当にこれだけ作るのに多分相当時間かかるんですよ。で、急ピッチで結構工場の方が作ってくれて、で、追加分も間に合ったので、まあ、良かったんですけどね、もう想像以上に売れました。ジャーナルサイズさん予約したのですが、それを買えるのかな。まあ、ジャーナルが、あの、予約したら大丈夫です、はい、随時多分これからあの予約の方とかには、うん、メール返信など多分行くと思うので、やっとイベントが終わって、うん、あのやっとこうウェブの人にね、そうですね、あのご注文の方にも、うんうん、あの行くようになるから。あ、インカメラです、すいません、インカメラ販売なので逆転になってますねはい、サイズ悩む、サイズ悩むと思うな、うん。で、これブワーンってあの表にあったんですけど、やっぱりね、来てね、1時間ぐらい悩んでる人にザラにいました行っては来たり、深呼吸して戻ってきたり、うんうん、やっぱね、そうなると思います。いやいや、ちょっと一回冷静、ちょっと待って待って待って、冷静になろう、冷静になろうって言って、そうそうそう、帰ってきたらまたハハハってなる、うん、はい、これが、バイブルのフラップで20ミリリングで、価格が税込みの38,500円です。はい、で、結構ね、バイブルサイズでも結構高いなっていう、多分ね、思うお客さんも結構ほとんどいると思うんですけど、3万はまあね、ね、もう4万いかないけど、オールレザーでね、この価格破格でして、やっぱり今回このオーターシャーに関しましては、長沢限定さんのためだけに作った革なので、私たちブレイリオのスタッフも、もう経年変化してどんな色かなのかっていうのは全然わかんないです。そうです、私らもまだ、ね、もう昨日一昨日売ってどうなるのみたいな感じになったので、むしろ使ったのを見せてくださいむしろねめちゃめちゃ気になります、うん、こんな感じです。なのでオータン紙は結構もうね、限定なので、増産するかは今のところ本当に考えてはいないので、うん、うん、本当に目玉だと思います。この真ん中のベルトってもう長さはオリジナルだけなので。そうですね、うん、ナチュラルも可愛い、まあ、B フラップもね、持ってる人もあれなんだけど、ナチュラルも B フラップも迷ってる人も、内側も可愛い、ちょっとクラッチっぽいしね、うん、うちの定番の B フラップがね、やっぱりもう売り切れ続出なんで、で、関東の方面にはもうほとんどやっぱり行ってないんですね。で、関西のね、長沢さんだけの入荷みたいな感じになってはし、なってしまったんですけど、そこの在、ここの在庫もやっぱりほとんどもうないので、はい、そう、B フラップはどうしても欲しかったっていうお客様は、もうこちらも全然狙い目だとは思います、はい。今日からもう受付できますので、うん、随時配送なども行きます。うん、やっぱこう書くことが増えると、今からね、増えると思うな。英語からバイブルに変えるか悩みます。で、英語 の、 リング数ですよね、使ってる。で、それがもし15ミリリングとかだと、これ20ミリあるので、その枚数はギュッとなるだけですよね。なので20ミリリング結構ね、英語から変える方結構多いので、リング数ってすごい大事ですよ、ね、大事ですね本当に大事だと思う。そう売り切れちゃいますよ、でもいや本当に売り切れると思う。私も余ってたら欲しいけど、絶対余んないもんそう、私はもういいよ。基本的に昨日はオータンシアレジめっちゃ多かったですね。そう、おすすめです。で、意外と本当にずっしり来ないです。うんうんうん、こう掴んだ感じがね、もうね、徐々にしっくりきます。
最初はちょっと20ミリって結構幅が広いのでちょっと違和感あるかもしれないんですけど、もうね私も半年間使ってて、もうないとちょっと不安になるくらい、うん、なんかなりますね。そう、 B フラップね、違うサイズで持ってる人は違うサイズで26、ほら M5 狙いとか書いてある、うん、そうですね、わかるわかるわかる、わかります。チャンスの M6 とナチュラルの5に予約しました。あーすごー、おーそう、JS はちょっと今も大混乱中なのでちょっと気長に待っていただけるといやすごかった、もう予約がなり続けてるって言ってたですです。あ、多分ね、今日あの予約した方は今日明日中には連絡が来ると思うので、うん、ちょっと焦らずに、うん、お待ちくださいね、うんうん、はい、はい、バイブルーでした、ね、はい、バイブルーでーす。で、M6? はい、M6 サイズ、これもかわいい、うん、かわいい、かわいいねー。はい、これ内側オータンシアです。はいはい、これも20ミリで、ナチュラルもチョコバで20ミリか。でこれは中が可愛い、うんうんうん、でベルト部分なんですけど、結構昨日もサンプル触られた方とかもねーってなってたけど、あのここをこうやってあの掴んでサッと離してくださいね。うん、ここから多分こうやってやってるとね、多分腕がちょっと痛くなってまだね、新しいから余計にこういう感じ、割と色近いと思います。持ってる人、もし昨日突然買ってくださってる人、割と似てると近い色だと思うので、うんうんうん、本当に近いこれ、うん、そう、こんな感じです。ちょっとね、うんうん、緑っぽくて、うんうんうん、本当に男女問わず好きな色かな。今回はそれちょっと目指したので、そうそう、両方ね、男性も女性も持ってますよねこれ。まあもちろんナチュラルも全然両方持てるけど、はい、オータンシアです。こっちがオータンシア、中は B フラップとまた仕様がこんな感じで、すいません反転してるんであれですけど、うん、インカメラで一つ煽りがついててポケット、うんうん、でここのえポケットが入ります。ここ で、 す、ね、であのバイブルに関しましてはここのポケットがね、あの通帳とか結構大きめのやつが入るので、でこのミニ6に関しましてはあのアッシュフォードさんのねリングパッドが あれも入るので、あのカスタムはしやすいです。であとやっぱりこのサイドの煽りが髪を守ってくれるので、本当に大事にされてしたいっていう方は本当におすすめです。うん、B フラップか、フラップ、ボタンシアナチュラルで価格20ミリリングで価格が税込みの28,600円かな。はい、そうです。あ、そうだ、買います。はーい、ペンケースもね、後でまた紹介しますが、はい、はい、はい、こんな感じです。で、皆さん多分待ってました、欲しかったんじゃないでしょうかね。なんかね、同感、そうね、かわいいよねで、うちの商品でもあの B フラップあるんですけど、 M5 は出してないので、もう狙い目、そうそう、狙い目だと思います。でね、M5 出ないんですかってずっと聞かれてて、出ること知ってたのに言えないこのね、もどかしさね、うんって言うしかない今進めてますな感じです。でもう本当にこの中は超シンプルですね。そう、煽りが一つついていて、おい、ポケットあるので、おい、ここにね IC カード通しても入れてもらうと反応しますので、おい、おい、でペンホルダーがねかなり伸びる、そう、すごい大きいの、すごい大きい、これがこんな感じです。複合機余裕です。そうこれ13ミリリングなんで、13ミリリングと同じくらいの、ちょっと大きいくらいの幅かな、うん、なのでこんな感じです。でお財布の代わりにもしていいと思います。うんうんうん、うん、ね、カード入れる透明のリフィルバーって挟んでもらって、
でカード入れてここお札2つ折りで入れてとか、うん、しても全然可愛いんじゃないかな。でここはチェーン通して鍵つけたりとかもそれいい、ね、だからもう本当にカスタムし放題なので、多分今もカスタムしていきたい、私の手帳を見てほしいという方は結構いいんじゃないかなと思います。幅が広い、いろいろもうすごい、もうなんかもうペンホルダーがみんなもうすごいね。あ、よかった、ペンホルダーね、いいですよね。なかなかやっぱりないので、可動式って難しいんですよ、作るのが。なるほど。カバも茶色で可愛いという、これでいいよね。で M5、はい、13mm で税込みが 23,760 円です、はい、今回イベントは結構やっぱりオータンシア狙いで来る方もやっぱりいました。多かったですね、うん、あとがサイズ違いでとか、あ、多かった、うん、多かったですね。この感じとこれも多かったですね。多かった多かった。これとこれレジに一気に来たって感じで、うん、おお、たしや、おたしや、おお、あとペンケースと一緒にとか言って、うん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 、はーい、はいはい、M5 ね、私の M5 かわいいっすよ。ダッチマシンもしかないですね。ぜひぜひ。でこれなんかもう買う予定なかった人もこのタム可愛さ見て何回も往復してやっぱ最初買われたっていう方も結構やっぱり多かったので。うんうんうん、あの可愛さではもう抜群だと思います。このあのベルトの何なんでしょう、ね、位置とか、うん、あとバランスあるようでなかった形なんで、はい、M6 と M5、 あ、インクはねどの革もやっぱり取れないので、ただあの薄まってあのだんだん濃くなるでしょう、うんうんうん、そしたらね目立たなくなるんで、そこはもうインクつけちゃった人は最初ショックかもしれませんが、使い込んでいきましょう。それしかないかも今のところ。旬なものはもう取れないので、そう上からこうどん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 弁護ね、罪深い。確かに濃感です。弁護は濃感、うん、この形はね2冊持ちたくなるかもしれない。良い木ですよね。そう、これがね、あのシステム手帳です。長沢オリジナルミネルバフラップシリーズの値段23,760円です。こちらもおすすめです。かわいいね、記念品が楽しみですよね。で、皆さんがもうはようはよう焦らす、はい、フェンシースの4本雑誌で後ろがジョッターが挟めるものです。これ予約でもう多分ねすごい入ってますね。4本、ここもねベルトも結構スーって抜けるので、そう、スーッと割と抜ける。で、ここちょっと、ああ今忘れてた、そう、これもそうなんだよ、困る。あとね今手袋してるからなかなか、そうこんな感じです。で、ここの煽りはこうやって倒せるので、あの小さいあの修正テープとか、そうですね、縦長のとか、ね、入るかスリムタイプのやつであれば全然いけます。お達者です。あ、先生おはようございます。ここもポケットがあるので、ここもあの IC カードとか入れると、ね、反応するので、お達者です。ジョジョン、このねちょっとサイズ感は可愛いかもしれない。あ、大根もうさすが、もう先生もうさすがです。そう、大根の方結構いらっしゃったかもしれない。あとここがね、このそうこれね、ジョッターに M5 のリフィールは入りますか。入るけど短さどっちかに、そうね、何集約しないと全くこう、ね、ジャストフィットにはならないですね。ジャストフィットにはならないけど、どっちかにすると止まるは止まる。ここ行った、
よいしょ。あ、よかったよかった。昨日4本差し、そうそう、買われてましたもんね。いや、4本差し結構いいと思います。これ M5 のリフィール、うちのマスヤのやつなんですけど。こう、あ、まあ、そう、あの、パンパンには、どうしても M5 の方がちっちゃいんで、こんな感じ。でも今、挟まってます。うん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 、どっちかに集約、まあでも一番上の方が多分書きやすいかな。どっちか下になるとこう、うんうん、ペランってなるので上がいいと思います。入らなくはない、全然。あ、先生がもう買うべしとおっしゃいますね。買った人がもう買うべしって言ってるから、もうできるとかここにね入るからですです、そうそう、いいかもしれないです。4本だし、これは在庫は？そう、ちょっと梅田はちょっと少なめになってて、気になるんであれば、JS の方がまだ在庫あるみたいなので、うんうん、ちょっとお時間いただければ移動も可能ですが、ちょっと確実にありますよっていうのはちょっと梅田では言いにくいかな。うんうんうん、JS の方が昨日まだちょっとあったので、そう、 M6 がジャストな感じです。うんうん、そうですね、本当に、うん、おすすめです。もうこの形私初めて見ましたからね、これね。なんか昔なんか割と流行ったジョッターが皆さんなんかつけたいデザインみたいな、その中ねあったみたいなんですけど、それが今もうなくなってきてて、また復活というか、もう一回ジョッターいいよっていうね、ツイートリシとかも入れるし、うん、いいと思います。これ結構人気です。やっぱり予約分が埋まりつつあるので、もしあの、ね、欲しい方は JS の方にするとまだちょっとあるかな、うん、と思います。で、これが天使4本、あ、そうですね、4本入りが、はい、税込みの 19,800円です。割と近い色なので、これ近い近い近い、うんうん、ちゃんと緑みも映ってますよね。はい、僕も可愛い、うんうんうん、しやすいって、あー、そうね、ナチュラルも可愛い。全然両方ニコ文字でも持ってるでしょ、皆さん。それ以外いっぱい。絶対持ってるよ。マネさんは入らない、入らないで、あの、机にコロコロしてる子たちを入れて持ち歩いてみてはいかがでしょうか。かわいい。四本差し、大人気です。うん。ね。ちょっと入ります。ここもポッケが入る。こうやって入ります。はい、で、でこちょっとちっちゃいやつ、はい、3本入りシースの3本出しです。で、これは後ろがポケットになってます。で、名刺はギリギリ入りました。おお、うん、なので名刺の控えとかここに入れてもらって、取引先様の名刺ここに入れるとかでも全然いいので、ちょっとしたねポケットがあるとね、やっぱりペンと紙って一緒のコンビなので、うんうんうん、そうそうそう、入るといいかなと思って作りました。そう、また3本と4本でまた後ろの感じが全然違う、うん、何に入れるよっていう。だからね、 M5 サイズもこんな感じかな、3本出しのバランスとしてこんな感じ。かわいい、ね。で、結構あのオータンシアとナチュラル、あの迷われた方結構いらっしゃるんですけど、ね、あの革が一緒なので、うんうん、やっぱりね合います。で、今日もインスタとかであのストーリーに上げてくれた方がいらっしゃるんですけど、やっぱり合ってました。結構色違いでも、あの色ってね気分によってやっぱりこの色が今日はいいとかあるので、あの違う色でも全然合いますよ。ですよね、うん、全然変わんない、めっちゃ可愛い。バランスがいいです。で、このペンシースに関しましてはちょっとね在庫の方がちょっと微妙なので、そう、こちらも JS の方がいいかな。言っていただければ何度かちょっと探しますが、うん、こんな感じです。で、3本出しの方が
税込み17,600円になります。はい、はい、かわいいかわいい。もうね、めちゃくちゃ紹介したんですけどね、多分皆さん多分この形は多分衝撃だったと思います。なんかかわいい、なんかかわいい、なんかかわいい。26とペンシースの重ねたのを見せたいです。ペンシース3本ですか4本ですか。本当に3本4本だとこんな感じかな。うんうん、こんな感じかな。3本だとこんな感じ。うんうんうん、4本ですって書いてある。こんな感じ。ちょっと幅がやっぱミニ6の方がちょっとあるかな。でも片手でこうサクッと持てるよね。持てる持てる、いい具合にここが引っかかる。うん、指に。すみだきかわいそう。へいへい、ありがとうございます。持ち歩くサイズ感みたいですね。いいですよね。そうだ、でもめちゃ握りやすい。もうほんと片手でいける、うん、いける、うん、女子でも全然いけるかな。バイブルは、バイブルもでもこんな感じ。いけるいけるいける。多分ね、机の上が一気にね、レトロ感が増すかもしれない。ああ、確かに、ね、レトロだよね、これ。色といい。かわいい。かわいい。確かに、そう、ナチュラルとかの感じもいいだよ。こんな感じ。そうそう。もう、本当に片手感。おい、そう、こんな感じでございます。おい、で結構反響ある商品なので、うんうん、もう売り切れてたら本当に申し訳ないです。そうですね、うん、インカメちょっとくるっと回しますね、はい、これ私あっち行ってます。ちょっとあっちこっちって言ってください。右下映ってますか。もうちょっと手前、はい、あ、下です。下、あ、そこ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 、こんな感じです。はい、さっきバーッと言った値段とサイズと、お問い合わせは電話よりもメールの方がありがたいので、うん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 、メールでしていただけるとありがたいです、うん、お願いいたします。さっきも電話になってた、そう、ちょっとあれだったらスクショしてください。 OK、うん、はい、こんな感じです、はい、こんな感じです。さあ、イベントが終わったけど、またイベント、あ、もう一回向こう行きます、はい。イベントに来てくださった方は、でまたあるじゃんっていう、はい、お、今度は梅田のイベントです。昨日とついは三宮の JS のイベントでしたが、はい、恒例になってきました。11月6日、はい、7日システム手帳サミット、冬です、ね、冬です、本番です。はい、来ました。で、まあその次も梅田は2ヶ月連続、11月とあと12月にもこれですね、万年数もあるので盛りだくさんですよね。はい、また詳細はちょろちょろ出していくと思いますが、とりあえず予定開けといてください、来れそうな方は。うんうんうん、まあ、もうワクチン2回目打ってちょっと気分的にね、ちょっと気持ち安心っていう方も、昨日もね、イベントでいらっしゃいましたね、2回目。あ、そう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 、みんなほとんどの方受けてるかな。うん、そう、11月と12月はね、やっぱりもうどこも結構だイベントだらけだと思いますよ。そうですね、なので本当に一日のちょっと食費をちょっとずつ削るとか。そうですね、今からそうです ね, ね、あのイベント貯金そうそうしといた方が本当にいいかもしれないです。あともう発売、まあちょっと早めに入ってきたんですけど、うん、システム手帳のスタイルが新しく出たので、これも結構昨日ちょっと見本見たけど面白かったです。そう、出版さんも来られてたので、ちょっとまあブリューさんももう載ってて、うん、そう載せてもらいました。こんな感じでパパッとパパッとこんな感じ
そう、モロビドのね、新しいのを昨日ちょろっと見ましたし、そうあともう、なんか長沢フェージンすごいね、オータンシア、ドワッと、でもやっぱり、ちょっとグリーンかな、そうそう、それちょっと ね、うん、やっぱり写真と写りがこれ、難しい、すごい難しくて、今日のインスタライブの方が近いと思います、うん、色はですはい、こんな感じです。お金ね、降ってきてほしいですよね、わかります。こんな感じです。でイベントでちょっとだけモロビドの商品も新商品が全商品並んでたんですけど、ちょっと全部はお店にもできないんです。サンプル、あの新色2色をちょっとだけ期間限定ですけど、どんな色か実際見たい方、近いかな、近いかな、こんな感じです。で実際やっぱり見たいというお客様もいて、昨日受注はあのイベントで受けてたんですけど、あのそれまでねやっぱりシプリアとスカイグレー、あのミニロックとかバイブレー出た色はやっぱりね、あの受注は即入ってました。でただイベントに来たお客様はやっぱりこっちかこっちかでやっぱり決めてたので、あのこのサンプルあの長沢さんの梅田店にあのちょっとお貸ししますので、あの見たい方は来られてください。で実際手にされて、あのこのね2つしかちょっとないんですけども、違う色のサイズあるんですけど、とりあえず革の色は全く一緒なので、参考にされてくださいモルビドこのアクアとかね結構人気でした。で特にね英語サイズかな、お結構買われてる、受注されてる方多かったので、今ね英語ってあまり出ないですからね、バイブルまでなんで、あ可愛い色、またこれはこれでまたインスタライブしようかな、ね、今日はもうなんかみんな相性もこんからかるでしょそう一個一個ちゃんとあれにしようっていうので、京太郎さんと、いっぱいあるけど、とりあえず今日今もう目の前にあるこれだけにしようって言って、そう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 、マーク言ってる、あれあれ、ちょっとあれですか、面白い、かわいい。まああのね、リアルな店舗に来てくださった方はシボンもちょっと見れたりはしますが、ちょっと言っていただければ探したりはしますが、ちょっと全部写真送るとかはちょっと難しいですが、まあ、ちょっとシボン多めとかちょっと少なめとかは言っていただけると、あすごいですね、やっぱワクチンやっぱみんな予約が取れて打ち始めたんですね。あやっぱりね、女性はね特にね出てきてもね、そう私も2回目打ったんですけど、熱が、まあ、一番初めにちょっと出たんですが、熱下がったから出勤したんですけど、まあ、仕事はしたんですけどね、頭のこう目の奥が回る感じ、まあ、きつ、そうきつ、だからあの本当はその日次の日次の日って2日後3日後ぐらいだったんですけど、熱、そう熱が出てないからいいやと思ったんですけど、それでもやっぱりちょっとなんだろう、ちゃんとした判断ができてない、レジを間違ってなかったんで大丈夫だったんですけど、あその日やっぱり熱が出てないからって言ったけど、やっぱりちょっと自分がおかしいなと思う時は休むべきですね、そうね、正義感がねちょっとね勝っちゃってね、そう絶対一日休むべきだと思う、何もね出てなくても、そうでその後こう徐々にこうパツって私はこうスパッとこうなくなるんじゃなくて、徐々に夕方からマシになるんですけど、また次の日も昨日よりは目の奥回らないけど、やっぱりまあちょっと昨日よりもおかしいなと思って、だん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 夕方になったら、あなんかちょっとなんか薬が効いてきた感じの逆バージョン、あなんかちょっと正常に戻ってきたなみたいな感じがして、そうだからあれはだから本当に車運転する人とかは本当に気をつけた方がいいと思います。なんか熱ないしワクチン、まあ、大丈夫だろうと思ってもやっぱ目のそうそうそう目の奥がそう人によって違うので、いろいろねみんな多分言ってくると思うんですけど、でも自分がいつもよりちょっとそう違うと思うと、やっぱりそれはワクチンが効いてるというかまだ正常じゃないかもしれないんで、そう
そうだからちょっとそこは皆さん気をつけた方がいいと思いますね。そうそうそう、本当に、そう確かに、そうなんか違う、あの梅田、そう私が休むから違う店舗から来てくださる予定だったんですけど、うんうんうん、熱ないから出勤しますって言ったんだけど、やっぱ休めばよかったなと思って本当にもう分かんないもんね、うん、実際ね。そう、うちに助け合いで、またなんか3回目もすりやせえへんやりてるんで、ね、たまらん、うん、そうですね、ご褒美ご褒美やったりでいいと思うな。もう2年間コロナですもんね。もうもういいだろうって本当思いたいわ。そう、こんな感じで、その最中出しました申し訳ないフラップシリーズ、あのもう本当に大人気です。大好評いただいて、はい、考えてる方結構ね早めに多分これ売り切れちゃうのかなと思います。なのでなので多分見たいお客様いるのかな、まあ、ほとんど見たいっていうお客様で悩んでる方は結構いらっしゃると思うんですけど、はい、もうね結構私も結構余裕はあるのかなっていう数出しの段階で思ってたんですけど、もう結構想像以上に売れてるので、一目惚れされた方はもう多分購入されてた方がいいと思います。 うちの、商品のビーフラップに関しましても今増産がちょっとね滞ってる感じなので、うん、今度はね各関東方面に行くんですけど、ビーフラップの件に関しましては、で関西はまだまだその後にはなると思うので、メールですね、メールできてください。そうビーフラップ、あのフラップ長さフラップ、ミニロックとか特に気になってる方は、予約はミニロックは結構入ってるので、ここも、うん、どこかな、うん、購入方法はメールがいいです。そうですね、配送も受けたまわってますので、うん、M5 オータン紙はめっちゃ悩んでる方いらっしゃいましたよ。これ同感ですよ先生、大丈夫ですよでももうこのデザインはもう本当にもう今後ないやつかな、可愛いっすよなると思います。もうオータン紙屋がもうすごいやっぱりイベントでも人気でしたね。あーいいいい、本当に財布でも欲しいよね。そう財布ね、お財布欲しいんだよね。うん、またこれでこういろいろおソロが増えるみたいな。うん、あすごいめちゃ嬉しくないですか、こんな素敵なものつけて、うん。いや嬉しい。どういたしまして。商品素材がものすごくねいいから、ね、デザインがね良ければもう絶対売れるっていう。のがねあったので、今回こんな形でちょっと出せれてよかったなとは思います。オータン紙はいいですよ、良きですよ本当に、うん、欲しくなる。そう私も結構お客様にその袋から出して見るたびに、私結構ナチュラル派だったんですけど、いやオータン紙可愛いなってちょっとね頭がちょっとバグってきます本当にすごい罪深いし、みんな罪深いってことちょっとね女性にね特化したものを最近は作ってるので、で次はもう男性ですね。男女両方全然モテるか、うん、モテます。で昨日もなんか旦那様にも買っていくっていうお客さんも結構いらっしゃったので、そうなんか時計とか指輪とかお揃いってあるんですけど、うんうん、何なんでしょうね、小物でお揃いって言ったら私結構かっこいいなって思います。あ、いいと思います、うん、ね、旦那さんもね多分彼氏さんとかいらっしゃる方も、ね、結構男性頑張ってると思いますね、まだちょっと早めに買っといて、ね、クリスマスに渡すとかいいかもしれない。どこにね、あ、はい、梅田茶屋町店です。もう一回行く、もう一回行こうか、もう一回行きます。はい、ありがとうございます。ここですね、はい、そうあ、ちょうどいいです。ありがとうございます。梅田さんのアットマーク神戸長沢 .co.jp にメールください。でペンケース、ペンシースに関しましては、うん、長沢の JS の方に
の、 あのインスタの DM にお願いしたいなって思います、うん、でこれ打てなかったらちょっと面倒くさいなと思って、長沢のセンターのホームページがあるので、そこに店舗っていう欄があるので、そこに店舗行くと梅田茶屋町店っていう店舗もあるので、そのままこうスクロールしていただくと住所とか電話番号とか載ってるんで、そこにメールアドレスも載ってるんですね。そこをこうコピペしてすると一番あの間違いないかなと思います。大丈夫ですか？スクショしてくださいね、皆さん。はい、そう、まあ、全然受けたまりますので、みんな欲しくなる欲しくなる欲しい、昨日の今日よりこのテンションね欲しくなる欲しくなる、メールしたくなるしたくなる、うん、バイブル私も済むかな、イムゴは脳幹だし、ちょっとね余裕があるので、地方の方、今回来られなかった方はもう今日あの気になったやつメールしてくださいね。ティ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 、お店、あ、今日は昼くらい、あ、今昼か、あ、そう、もう10時42分か、12時くらいまではちょっとメンテナンスでいようかなって思ってるので、はい、もうお店で買えますよ、うん、今日から発売、うん、M5 のリングは、13ミリですね、うん、で、あのリングもね、あのクラウゼ使ってるので、うん、もう最高級です。いけかな、そう、触り心地で革はね、うち本当にいいから、あとここはですね、ここの JS のここにもちょっと反対、うん、反転しますけども、いくらですか？ M5 は23,760円の悩むです。またこれ IGTV にも残すので、そこでちょっとまた載ってますので、また見てください。サイズとか、奥さん全部サイズありますよ。大丈夫ですよ。これ見ないと分かんないもんね。でも見てさらに悩むと思います。皆さんそうでした。あのね、こう頭抱えてる方も結構いらっしゃいましたからね。もう今ベストで使いたいサイズがもしあるんだったら、それからもうブレないようにした方がいいかもしれないです。あ、私あの10月の10月の第2週の土日、あ、金土か、銀座伊東屋に、あ、そう、ね、あの応援行くので、その時はいますよ。M5 かわいいです。私も余ったら絶対購入します。売れますよね。わかります、わかります。そう、料理にね。そう、実際行ってみて、うん、別のね、あのサイズ買ったけど、やっぱこっちも欲しいなってなりますよね。売れより無理。そう、なんか商品開発にあたってですね、一番その重要視したのがやっぱり買った時に何なんですか、買いたいと思うものことも大事なんですけど、悩んだ後に脳裏に残るもの、おー、すごい、一番いいんですって。おー、だからそういうふうにちょっとね、デザインも今回こだわっては見ました。めちゃくちゃ残ってますよね、皆さん。しかもそれがソールドアウトになったら、うん、買っとけばよかったって、なるんだよね。今回ね、数量限定だからね。はい、閉める、ありがとうございます。なので今回はもう本当に気合を入れて作った商品なので、はい、どうぞ、予約されてください。はい、残りわずかのサイズもあったりもするので、早めに言わないと本当にいなくなります。モグロクズどう。これ世代やばいよ。どう。
欲しくなる、売り切れてしまうぞ悪魔朝から悪魔って言われちゃうちょっとハイテンションな助けてよね、わかりますわかります、めっちゃわかる、かわいいわよ本当に。ライブ見るとやばいと思います。テント昨日イベント来られた方も相当悩まれてましたからね。うん、うん、悩むと思います。あれはセリフさん知ってる人がもうね、世代がもう。うるっつって。最初ね。怖いよね、あれ割とね。あれ怖い、怖い。子供の時見たらめっちゃ怖かった。トラウマでしたよね、あれ。トラウマ。キャラメーションチェーン。じゃあ私はバーテンしないと。喋らない、喋らない、喋らないバイトやって絶対無理ですけど、いらっしゃいませーって、いらっしゃいませーって言っちゃうから、もうそこでもう笑うセールスマンでも何でもない。そうですね。そう、うん、本当にね、現物見た方がいいかもしれない。バイブルが気になった。はい、バイブルですね。はい、あなたの欲しいのはこちらでございますか。してはいけないインスライブですね。20mm、はい、お、はい、うん、多分ね、皆さん今日ぐらいにね、多分昨日買ったものとかインスタでバンバンアップしてくれてると思う。それも参考にされるといいかもしれない。買った人はアップしてあげてください、ね、お友達が増えます、うん、そう、絶賛、うん、手帳セールスはまだまだです、まだまだです。そう、別も小箱が一つ違うだけでね、全然商品違います、ね、先生いらっしゃいませ今回はね、どこのメーカーもすごいと思う。そう、うん、私も思いました。あー、どこも力入ってんなって思いました。でも一番大きかったのが、お客様の欲しいっていうものを形にしてるやっぱりメーカーさんがねすごく多いので、あ、やっぱりどこもさすがだなって私も思って楽しかったです、今回のイベント、はい、ね、みんなそう、オータンシアは特に写真の撮り方で全然変わってきたりもするので、うん、じゃあ加工されてありもするかもしれないですけど、買った人はタグつけたりしてあげてあげてると皆さんもお友達が増える、迷っている人の参考になるので、ぜひそう、ハッシュタグつけてあげて、なんか使い方とかも提案してあげるとね、いろんな今使い方がありますからね。ですです、ね、そうで色違いでもっても全然変わらない、うん、全然良かったです。でやっぱりね、検索しますよね、行けなかったイベントとかメーカーさんで、うんうんうん、ほら、お財布として M5 が欲しい、カードケースって一応見えるボックスなんで、お、揃いたいね。そう、一つね、揃えちゃ、手に入れちゃうとね、揃えたくなる気持ちめちゃくちゃわかります。しんどい安心して、買えば楽ですよ怖い、私何言ってんだよ朝から。怖い、買えば収まるね、うん、買えば、そうこれ朝から言うほどじゃないですよ、ね、今日朝まだ、ね、お酒飲んでないのに、ね、怖いですよね、私も自分だって怖かった、知らぬ知らぬ、怖い怖い怖い、そうね、買えば楽ですよ、買えば楽、怖いですね怖い、名言そうそうそう、買わないと後悔、本当にそうそう、それ言いたかったんですよ、このスピード、売れるスピードはちょっと異常です、本当に本当に煽ってるわけじゃなくて、朝から怖いって言われて、ねえ、買えば楽になりますよね、売り切れたらだって買えないんで、うん、やめてって。いや本当に欲しいもの本当になくなっちゃうとねえ、
次再販なんか違うのしてもなかなかねパワーワードめっちゃ笑ったもん涙止まらんもんもうこんなにそのライブ大丈夫ですかねこれ教師からちょっとあれ IGTV 残すのちょっとダメだって言われそうな気がするな怖いわ、うん、なんであの本当に気になった方はね、うんうんうん、あのくださいメールください、ください、まだあるのでこの辺は買えば楽になるすごいですね名言というかもうすごいですね。いやこれも本当に見たらね買いたほしくなりねなりますよね。うん、名言残しがちそうですか。タスク先生に言われた。そうです長さオリジナルです。皆さんこれ判定してるんであれなんですけど。あそう判定してる。そう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 。女性が持っても全然いいかっこいい感じです。そう両方もねこうやって全然持てるから、うん、わあすごい電車乗っちゃった行動力がすごいすごい。あでも私昼までいるので、うん、ぜひお越しください。まだ在庫はあります。ありますの でそう在庫もしもよかったら志望も見れたりはするので言ってください、うん、さあさあもう1時間になっちゃった。早いですね。ね早かったですね。楽しいライブは、うん、あっという間に本当に最初ガチガチだったけどねそうで飛行機がありますよ飛行機からすぐだよシュッとどこでもねドア欲しいですよね。こんな感じではい。あ、そうなんですね。本当に刻々とメッセージも多分来てると思うのでありがとうございます。そう一度ねコロナ収まったらね本当来てみてくださいもうね本当にたくさんありますいろんなものがでそうやっぱりね知識豊富なスタッフさんがやっぱり多いのであの気持ちいいですよ。うん、私ももう絶大な信頼を置いてるのでもうぜひお越しくださいね。はい、アーカイブ残します。今からやりますね。はい、ありがとうございます。はい、こんな感じでサムネどうしようかなって感じですね。ドンドンドンこれドンだけでは何のか分かんない。な感じで今日もたくさん見てくださってね1時間半って思ってくださるのがめっちゃ嬉しいです、うん、本当に。はーい、こんな感じで皆さん、はい、ありがとうございます。またまたイベントも来てください。はーい、ではでは、おいよいしょ。うわみんな見てるな。だって70人近く。